の配置です。今日は8月15ということで、8月がまあちょうど半分終わりまして、夏休みもまあ大体あと2週間で終わるんですけど、今回はですね、この前のダラダラジオで話した内容をぜひ顔出しで言ってくれねえかというリクエストがね、3人ぐらい来たんで、まあ3人来たらやろうかっていうことで撮っていきます。はい、ということでね、改まって話し始めましたけど、言いたいことはですね、まあ、いつもと変わらないんです。頑張れよっつってそれが言いたいだけなんですよ。言いたいだけなんですけど、でもそれプラス、こっから約2週間、まあ、夏休み終わるまでですね、まあ、これは8月31まで夏休みがあるっていうことを仮定してますけど、ここまでの2週間を勢いよくグッて頑張れるかどうか、これがすごく大事で、ここで頑張れた人は9月から学校始まってからもやっぱりその勢いのままいけるんですよ。頑張ってる、こういうね、登る感じ。でも例えばここまで夏休み頑張ってきたんだけど、すごいね、頑張ってきたんだけど、最後ちょっとこう勢いがなくなってく人は、9月入った時にやっぱこっからこうは上げにくいです。いきなり学校始まって時間がなくなって精神的にも疲れてって、もういろんなこうね、ジガーって負荷がかかっていく中で勢い上げるのは難しい。だから下がってしまうとそのままいきます。9月どん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 。だから夏休み頑張ったイメージがあるのに模試とか上がらないんだよね。そう、テストとか上がらなくなってくる。でも逆にその、例えばね、ここまですごいサボっちゃったと、夏休み遊んじまったよみたいな方もいると思います。これは受験生でも受験生じゃなくても。でも例えばここまですげえ頑張って頑張ってるとサボっちゃったんだけど、最後、ぐしゃーって頑張っていくと、この勢い乗ってるんで、例えば夏休み明けのテストとかもある程度取れたりします。で、そこで取れると、よっしゃ、やっぱやればできるじゃんって言って、すごいこう相乗効果というか、どんどんモチベーション上がっていくんで、そのまま受験まで乗り切れるっていう人もやっぱり多いんですよ。そのぐらいこの2週間ってのは大事なのね。っていうのを、この前のダラダラジオでね、話したんですよ。だからそれ聞いてくれてる方は、あれ、同じこと言ってるっていう感じがすると思うんですけど、でもまあ2回取る価値があるぐらい本当に大事なことなんですね。で、この2週間をじゃあどう乗り切るかっていうところなんですが、もちろんここまで契約を立ててて、もうしっかり契約通りに来てるという方はそのまま行ったらいいですね。でも例えばあと2週間があると、で、ここの大事なことっていうのは、自分で掲げた目標をやっぱり達成することなんですね。周りの人より多くやるっていうことが大事なんじゃなくって、自分で決めたことをちゃんとやれるかっていうのがすごく大事になる。だからまあもちろん、みんなによってね、一人一人によって個々によって違うから、一概には言えないんですけど、ちょっと低めの勉強量の目標を立ててもいいと思います、この2週間は。それぐらい大事。だから、絶対に、とにかくその代わりね、絶対に自分で決めた量はやるの。絶対に、あと2週間。一日もサボらない。そう。で、あともう一個は、この2週間、とにかく風邪をひかない。体調崩さない。っていうのもすごく大事です。基本的には体調を崩した時っていうのは休みます。休ませます。自分は自分の生徒だったら。うん。ですけど、この2週間は休んでほしくないんです。だから風邪ひ、でも風邪ひいた時にやれってことじゃないよ。やっちゃダメだよ。ゆっくりしてね、それは。夏風邪はこじらせるとちょっと厄介なので、すぐ治してください。ゆっくり休んで。でも、そうならないためにも、この、まあ、体調管理をするためにはやっぱり早寝早起きが、まあ、基本になります。まあ、自分もね、なかなかできてないんで申し訳ないんですけど、だから、まあ、体調管理をしつつ、自分の掲げた目標っていうのを、まあ、一日一日こなしていく。2週間だよ。長いように見える、長いように感じるかもしれないけど、14日しかないです、ほぼ。まあ、15、16か、本当はね。で、その15、16、長いなと思うかもしれないけど、9月から9、10、11、12、1、2、まあ、2.6 ヶ月、約半年以上あるわけ。さあ、180日だよ。何倍だよっていうのをまだやんなきゃいけないんだよ。で、受験が近づけば近づくほどプレッシャーがかかります。これは嫌でもかかる、プレッシャーは。で、プレッシャーがかけられる、周りから。塾の先生、学校の先生、親からね。そう。その中で戦っていくためには、じゃあ今まだ気持ちに余裕がある、この夏休み、残り15日間ぐらい、ここを踏ん張れるかどうか、勢いをつけれるかどうか、っていうのがすごく大事になりますので、まあ、さっきも言ったように目標に関してはみんなに任せます。任せるけど、前半サボっちゃったから超やんなきゃっていうのはやめときな。前半できなかったのにすごい量をこなせるってなかなか難しいの。だからさっき言ったように自分としっかり相談していい？あんまり背伸びしなくていいから。自分ができると思う量をちゃんとこなしていく。で、こなした上で、あれ？今日もうちょっといけんじゃね？って思ったら、それプラスちょっとやっていく。みたいなスタイルで、あと15日間ぜひやってみてください。勢いをつけていくんだっていう意識を持って、いいかい？ただただやるんじゃなくて、勢いをつけるんだって、頑張ってるんだって、ちゃんと自分を褒めてあげるんだっていう。いい意味で、ほんとね、よっしゃーみたいな、
テンション上げなくていいから、ちょっと内心こう、燃え上げていくというか、気持ちを上げていくような感覚でやってもらえたらと思います。はい。ということで、今回もここまでご視聴いただき、ありがとうございました。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。まあ、俺自身もね、あと半月ちょっと勢いつけて頑張ります。はい。だいぶね、ちょっと疲れてきてる感じはあるんですけど、まあ、俺も頑張りますんでね、ぜひ一緒に頑張っていきましょう。じゃあ、また次回の動画で会いましょう。またね。